れた目の部分に目薬が当たればチャレンジ成功になりますが、へえ、待って、さっきさ、不穏な2階2階って言葉が出ました。ってことは1階が存在するってことだよね。1階が存在するってことだよね。2階に対して1階ってことは外だよね。はい、中村落とします。なんでよ。おかしいじゃん。え、あの、仰向けに、じゃんけんしよう、じゃんけんしよう。仰向けに外で寝るんだって。ゴーグルはめて。それはもうさすがもうエリ姉さんはすごいなみたいな感じじゃない。いやほら、今日ひよってさ、さっきじゃんけんして勝ったじゃん。勝った勝った。だから次は中村が勝っていいと思うんだ。何そのむちゃくちゃな引き。すげえ引きじゃない。じゃんけんすんの。じゃんけんしとこしとこ、うん、じゃあするだけね。はい、最初はグーじゃんけんパイ。違うでしょ。勝った方が選択権先でしょ。でもひよっち一回選ぶでしょ。選ぶ。何これ何これ何これ、何この先輩オーラ。ひよっちはすげえ先輩を選ぶよね。嫌だ、拒否する。ひよっちはジメジメした梅雨を吹き飛ばしちゃうくらい元気だね。カレー食べてるからっすや。ひよっちは暑い夏もへっちゃらなくらい元気だね。カレー食べてるからっすよ。ひよっちはオンエアの音声がちょいちょい割れるくらい元気だよね。カレー食べてるからっすよ。そんなひよっちは今から大きな声で面白いことを元気に言うんだよね。ねえキャサリン、どうしたんだい、浮かない顔して。ディラン聞いてよ、昨日ゴリラみたいなアバズレがやってくる酒場でぼったくられたの。それは災難だったら、よし今日は俺がカレーでもおごってやるよ。そいつはマジで出島。いや金のことなら心配するな。昨日うちのワイフの飲み屋にマヌケラカマがやってきたんで、たっぷり踏んだくってやったんだ。そうなんだよ。この番組は驚きを忘れた人々に感動を与えるエモーショナルなラジオ番組です。東京銀座の片隅にある秘密基地ラジカン東京ベースから、桃の木ピンク中村えり子と月光中桃の木イエロー引かせよ、この二人がお送りするんだよ。はい、ちなみにひよっち今ぐしゃ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 ってやっちゃったから、キャッチフレーズ誰が送ってくれたか分かんなくなっちゃったよ。探して探して。ピチピチの35歳の隊員ネームスケさんから、スケスケさんからいただきました。ありがとう、スケスケビーム。何言ったの今。イエローの新技。分かった、今出てきた出てきた。出てきたんだ。ピンクの技取らないで。そうか、それピンクの技だったから。元気に面白いことを言うんだよねって言って、うん、言った内容の今の何。It's American joke。 本当はだから、うん、実際のね書いてあるところには、うん、ひかささんにお任せします、期待してますよって書いてあるんですけど、うん、まあ米印マークがその後にあって、うんうんうん、どうしても思いつかなかったらこの面白トークを使ってくださっても構いませんよ。ちょっと斜め上からね。でなんかネタを3個ぐらい書いてきてくださってて、あ、じゃあこれでみたいな。チョイス的なことアメリカンジョークだったな。どうしてキャサリンとディランにしたの。これ男2人じゃなきゃ成立しないじゃないの。あ、そっか。勝手に変えちゃった。うん、でもまあ大丈夫だよ。大丈夫、うん、ごめんね、割り割り。何スケスケ割り割り。そんなことないでしょ、私意外と言ってないで。7月は何が出るかな。さあ7月の掛け声いってみようか。よっち3、2、1、キュン。ちょんちょこりん。ぴょんぴょんぴょんとかぶってるし、もう。もう一回やり直そうよ。もう一回ちょっとやり直さない。もっといいの出るの。出ない。7月の掛け声はちょんちょこりん。違う。違うの。違う。じゃあなんでやったの。じゃあなんなの。何シャーララ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 。完全に歌ってるだけだよね。良い子のお歌の時間に悪い子がやってきましたみたいな感じですけれど、コーナー続けんすか。コーナーになってたの。これいつまでやるの。あ、ねえねえひよち見て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 、ねえねえねえ、長さつけてきたよ。わー、すごい。ひかささん、中村さん、初桃のケース、初桃のケース。巷では新
夜に公園に集まってくる若者を撃退するために、うん、モスキートなるものが話題になってたりしてましたね、うん、そこで思ったのですが、お二人は嫌いな音ってありますか？私は黒板を爪で引っかく音がめちゃくちゃ嫌いです。あ、中村が嫌いな音はね、ひよちのわけのわからないボケね。なんで、何それ、何それ、しかもすごい優雅に紅茶、紅茶だよ。隊長、ここで重大な問題があります。私、紅茶にはお砂糖を3個入れます、うん、え、甘党なの？超甘党なんで、3個ないと飲めないです。あー、来たー、大量のお砂糖来ましたよ。なんだよー。そのぐらいでいいでしょう。全部そう、もう大丈夫。中村英子。フルネームで言われた。何何したの。結局今何本入ってます？6本。でも6本なったら大丈夫。6本ならいいけど、うん、実は8本。ちょっと飲んでみよう。はい。でもね、これ多分ね、飲めちゃうから面白くないと思うんですよ。何、面白さを求めてるんだ。どういうこと。ごめんね、ちょっと待って。本当面白くないと思う。いやいやいや、甘い、これもう紅茶じゃなくて砂糖水やみたいなリアクションを望まないシロップ飲ますぞ。ないからな。じゃあいただきます。いただきます。おいしい。うん、これでも本当に普通にうまい。おいしいんだが、あっつ熱いけどうまい。あ、これでも意外とちょうどいいですよ。ほんと？だから面白くないって言ったでしょ。ねえ、どうしてひよち小野坂さんと同じこと言うの？いいじゃん、普通でいいじゃん。普通に普通のことやったら面白くないってなんで聞いてるの？つい先日の小野坂氏と同じだよそれ。ごめんなさい。悪くないけど。はい。何、受け継ぎたいの？受け継がない。受け継がない。受け継がないですか？本当ありが